キュルーン、おかえりなさいませ。ミリーさんちでお給仕してるクルルと綾瀬すずと酸素です。はい、今日の動画はですね、はい、どうも皆さんこんにちは。ナイナイのやつ、大体のエナニーっていうあの YouTuber さん知ってますか？知ってる、知ってる、有名有名あのラファエルさんなんですけど、ラファエルさんの挨拶で始まる前に始まった時に、ナイナイのやつ、大体ナイナイっていうあのキャッチフレーズみたいなことを絶対言うんですけど、偏見みたいな感じなんですよ。それをみんなで言っていこうかなっていうゲームなんですけど、題してラファエル野球拳メイドさんたちでやってみたー。イエーイ。ちなみにラファエル野球拳ってあのコムドットさんたちがねやってるやつなんですよ。まあ、パクリですね。パクリってね、はいはい、オマージュってよ。オマージュ野球拳って言っても、あの、まあ、縫うことはね、あのコンプラ的にやるあの NC なんで、うん、ということで、うん、負けた人はジャジャラーテキーラー1800、イエーイ。負けた人はあの1800ね、結構デカめの器でね飲んでいただこうかなと思ってます。全然飲みたくないですね。ちなみに飲むじゃん、強気なおしゃれグラスで飲ませていただきます。帰れなくなっちゃう。これはちょっと帰れないんじゃないでしょうか。やばい、ね、せーの、最初はグーじゃんけんぽいくるり先生から。やばいやばい。あの実はあのいろいろ考えてきたんでね。はい、どうもこんにちは。秋葉原にいるやつ、大体卓球部今や大体卓球部。この前連れてきたお客さんなんか、そうそうそう、野球部っぽそうって言ったら、いや卓球部ですね。陰キャのねスポーツだから失礼ですけど。はい、どうもこんにちは。飲み会で最初にカシオレを頼む女、大体男受けですはい、これカシオレしか飲めない。酔っ払っちゃったはい、どうもこんにちは。ヤンキーの母親、大体若い私の地元めちゃくちゃヤンキーばっかりみんな若い。あの確かにその気あるね、うん、はい、どうもこんにちは。スプラッシュマウンテンの写真、ピースはしてるけど大体事故がなんかこういうわーみたいなはい、じゃあ終わります。あれ買う人いないから。はい、どうもこんにちは。ルブタンの財布持ってるやつ、大体テーブルに財布置きがちもうなんかあれだよね、剣山みたいになってるそう、棚飾ろうかなはい、どうもこんにちは。マッシュのやつ、大体ヨネズ原始にまとりあえず謝ろうっていう、うん、ごめんなさいはい、どうもこんにちは。ヒカキンチャンネル登録してるやつ、大体純粋まあ、赤ちゃんキッズあれはキッズチャンネルだよ。はい、どうもこんにちは。アンチ、大体前澤さんリツイートしがち確かに純粋な共感すぎてやばい100万円だけもらおうとするなだしもうね、悪口言われるとそれ止めとね、大体前澤さんいるもんね前澤さんにしか媚び売れない人あ、なるほどはい、どうもこんにちは。高円寺にいるやつ、大体線香の匂いする絶対炊いてるよね、知らねえけど線香の匂い、しそうしそうイメージで臭いはい、どうもこんにちは。小さいバッグの女、大体人のもの借りる充電器でしょ持ち歩き充電器でしょ私借りる前提でね、あの持ってきてないからね、うんうん、まあ、私は人のもの借りるんですけど、うんうん、確かにディズニー行くとき絶対自分で持ってきてねって言うのをクルには言うまあ、バッグ小さくはないんですけどね何入ってんだよはい、どうもこんにちは。と集合写真で寝っ転がってるやつ、大体モテない確かになんかいいやつキャラで終わる。確かにクラスの中心ではあるけどモテではない、うん、はい、どうもこんにちは。声優のオタクしてるやつ、大体異性と目合わせられないこれ自分のことかな。これは自分、全然自分はい、どうもこんにちは。夏祭りの金魚、めちゃくちゃでかくなる勝ったことある意外と死なない説このくらいにはなるよね、食べるじゃん、食べはしない。はい、どうもこんにちは。虎の穴の袋持ってる女、大体アクシーズファームはい、ごめんなさい。英語のあれかっこいい文字で書いてあるんだけど、うん、まるで虎の穴とは書いてませんみたいな文字で書いてる、ね、ちなみに私はパンダのエコバッグ持ってますからはい、どうもこんにちは。川崎にいるおじさん、大体歯ないどうなんだなんかビニール袋がプカプカって風に浮いてて、そのなんか高画質でなんかいるおじさんすごい笑顔だけど歯ないはい、どうもこんにちは。陰キャ大富豪でシャカパチしてくる陰キャすぎてシャカパチがわからんバンガードかな、パチパチパチって相手に敵手を向き出す、うん、それで威嚇するなってまあシャカパチ威嚇だと思ってるからね、陰キャ大体
はい、どうもこんにちは。留学から帰国後、ツイッターのプロフィールとか全部英語になるやつ、だいたい顔がポカホンタス。はい、これは偏見。偏見ですかね。偏見じゃないよ。ガチだよね。そりゃそう。私の友達はポカホンタスになってた子いた。なんかみんな焼けて帰ってきて、ポカホンタスなんだよね。はい、どうもこんにちは。地元愛強いヤンキーのアイコン、だいたいレクサス。プロフィールもね、レクサスって書いてあるから。古いとさ、なんか女いるけん、うん、男絡みいらん。女いるけん、男絡みいらんだろ、それ。はい、どうもこんにちは。貯金箱最後まで貯めるやつ、だいたいド M。 確かに、それはド M。 だいたい途中がいけるから、これめっちゃ偏見。こんにちは。いや、ちょっと待って思い出したい。いや、そう。これは、これは。あ、ですか。はい、3、3、2、2、1、1。終わりでーす。ダンク。注いでもらおうかね。注いでいこうかなと。ブラシで選んだの私だけどさ、意外とできるわ。うわ、やば。最近酒飲んでないよねみたいな感じで言われがちだからさ、鼻を刺す匂い。はい、飲みますよ。すげえ、なんかトルコの匂いがする。トルコ行ったことねえよ。まあないけど。チェイサー欲しい。チェイサー。いってらっしゃい。いってらっしゃい。あ、まずそう。え、だでも臭いもんね。臭い。まずい。かわいそう。営業でもないのに。かわいそう。いってらっしゃい。美味しい。普通のテキーラと比べたら飲みやすいってこと？いや、まあテキーラはテキーラだよね。最後はね、あのサラシアの負けということでね、はい、はい、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。